せ。もう一心同体みたいな。近くに物資反応があるようだ。チェックしたらどうだ。なんだか疲れたみたい。少し休もうかしら。休憩はこれくらいでいいわね。まずはお姉ちゃんの居場所を聞きたいわ。カレンはセイランにいるのかしら。怪異になったナオミもセイランにいるのね。カレン連隊長との話で大体事情は分かったけれど。疑うわけじゃないが、本当に人が怪異になるなんてことが。みんなは実際に見ていないから信じられないのも無理はないわ。でも本当のことよ、お姉ちゃんは怪異にされた。私は必ずお姉ちゃんを助ける。そのためにセイランに着いたのだから。そういえばカサネ、体調は問題ない？ブレインフィールドで大きな負荷がかかっていたでしょ。ああ、確かにひどい経験だったけれど大丈夫よ。特に後遺症もなかったし。あの時の私はかなり感情的になっていたわ。だからブレインフィールドもうまく扱いきれなかったんだと思う。一人で暴走するからそういうことになるんだ。僕たちの声が届いたからいいものの、海抜群の戦闘スキルの一つとはいえな。使うたびに自分もヤバいことになってりゃ世話ないぜ。何事も使い方次第ってことさ。切り札にも命取りにもなりうる。力とはそういうものだよ。そうね、分かってはいるつもりだけれど、カサネも無理に使おうとしてはダメよ。ええ、十分注意するわ。みんなちょっといいかしら。あら、はるか、通信をしてきたってことはあなたもセイランへ来たの？はい、カレン
然連隊長に勧誘されたわけじゃないんですけど、セイランで何かできることがありそうだなって。それでまたみんなの隊のオペレーターを志願しました。みんなの隊、新しく隊が編成されたのか？ええ、その件で伝えることがあって連絡したの。セイランではカレン連隊長をトップとして新たにセイラン海抜軍が組織されたわ。規模は元の海抜軍の半分くらいらしいけど。本当に半数近くがセイランに来ていたか。これはスオーも大変なことになっているだろうね。重ね、強化、嵐、試練、カゲロウ、以上5名は01招待として再編成されました。体調は重ねよ、頑張ってね。早速だけど01招待に任務が与えられているわ。まずはカレン連隊長のところへ行って直接指示を受けるようにとのことよ。場所はセイラン海抜軍本部。これからはこっちが私たちの本部だものね。早速俺たちを手駒として使おうってか。ま、しゃあないわな。面倒な輩をひとまとめにしたたいといった感があるね。カレンが処理しやすいように考えたかな。でもみんな一緒でよかったじゃない。アジトもこのまま使えそうだし。カレンからの呼び出しなら好都合ね。すぐにセイラン海抜軍本部へ行くわよ。来たか。ええ、あなたに言われた通りにね。おかげでここまでフリーパスだったわ。人が話している時ぐらい顔を上げたらどうだ。貴様のそういうところは子供の頃から変わらないな。これはこれは陰銀な対応、痛み入るよ。ところで亡命してきたばかりの人間をこうも信用してしまって問題はないのかな。別に俺はお前たちを信用したつもりはない。お前たちも俺を信用しなくとも構わん。だが利害は一致しているだろう。それにスメラギ評議会議長を暗殺したカサネはセーランの人間からすれば英雄だ。あれは英雄であることに何の問題がある？確かに英雄だろうが何だろうが興味はないわ。でもセイランはそれを利用するつもりでしょ。察しが良くて助かる。カサネが英雄であることはセイランでの活動において極めて有利に働くからな。私に何をさせようとしているの？これを見ろ。この風景はクナド高速のあたりかしら。待って、この映像の空にあるのは、あれは未来で見、おっとと、そいつはまだ言わない方がいいんじゃねえの。口が軽いと嫌われるぜ。うるさい、分かってる。思わず口から出ただけだ。どうかしたか？ああ、シレン君の頭がね。信じられない光景に驚いてパニクったみたいですよ。な、あれれ、まだパニクってるのかな。ああ、そうだよ、パニクっただけだ。でも随分小さいようだわ。私たちが未来で見たクナドゲートはもっと大きかった。年月の差だろう。これが成長して世界を壊すことになるのね。映像からだけじゃ断言はできないが、データを見る限り重力の異常のようだ。その通りだ。クナド高速輸送道路の上空で超局所的な重力異常が発生しているのが確認された。そこで我々はクナドゲートと命名したこの異常現象の調査を行うため専門家の派遣を決定した。クナドゲート、私たちにとっていわくつきの場所ね。お前たちに任せたい仕事は
俺と共に現地へ赴き、その調査隊を護衛することだ。やるべきことはこれまでと変わらない。セーランでも海抜軍として活動してもらう。それは構わないけれど、ナオミはどうしているの？その話次第では。その話は調査隊の護衛任務を終えてからだ。お前たちが有用な人間だとセーラン自治政府に示す必要がある。それがカレン連隊長の政治というわけですね。くだらんが、最低限のことだけはやっておかないといけないからな。体制に反発していたカレンらしくない発言だな。重ね、それでいいかな？ええ、納得してはいないけど、今は飲み込んでおくわ。未来に言ったことは彼に話すべきじゃないね。あいつは信用ならない。俺に情報を共有しておいて正解だったぜ。案の定誰かさんがやらかすとこだったな。だから謝っただろう。しつこいぞ。超高速使用率が低いようだね。早くこの任務を終わらせて、カレンからお姉ちゃんのことを聞き出さないと。お姉ちゃん、待ってて。恐ろしいな。周囲のものを吸い寄せているのか。もしあの中に入ったらどうなっちまうのかね。そうだ、シデン君よ、ちょっと指入れてみろよ。入れたければ自分の頭でも突っ込んでおけ。はいはい、冗談でも近づくとかはやめてね。好奇心は猫を殺すよ。この感じ、あの赤い糸のレッドストリングスの力を感じるような。私とユイとの超能力、同じ性質の重力操作能力、この感覚を信じるなら
未来のユイトの言葉はやっぱり正しいんだわ。だが、カサネが時間跳躍の力を使った時に俺の力が共鳴したせいでゲートは消えなかった。それどころか、俺が超能力を使うたびにあのゲートは激しく歪み、周囲の空間を飲み込んでいった。原因がユイトに関係していると彼に説明すべき。でも信用してもらうには根拠が乏しい。カサネ、カレン、お前は未来に飛んだのか。何のこと。ごまかすな。お前たちはクナドゲートを知っていた。そうだな。いいえ、初めて見たわ。俺に無駄な時間を使わせるな。さっさと答えろ。未来で何があった。思い込みじゃない、カレンは確信してる。なら隠しても仕方ないわね。だったら逆に情報を引き出すまでよ。終わろうとしている世界であなたに会ったわ。すぐに俺だと分かったのか。え？ええ、今のあなたと同じ姿だったから。そういえばユイトは年を取っていたのに、カレンは今と変わらなかった。老化現象が進まなかっただけ。それとも他にカレンが気にするようなことが。未来の俺は何を言っていた。私がもっと早く未来に行っていれば、怪異化した人間を治療する術が見つけられたかもしれないと。なるほどな。カレン、あなた何を知っているの。怪異化した人間を治す方法を知ってるならナオミだって助けられるのよね。俺が教えられるのはセーランの研究施設で怪異に関する研究が行われていることだけだ。そこにナオミがいるのね。そうだ、保護されている。どこなの。施設の場所を教えなさい。それはできない。機密性の高い研究のため一般人の施設への立ち入りは固く禁じられている。私は一般人ではないわ。教えないと言うなら力ずくでも。やあ、お取り込み中のところ失礼するよ。どうやら調査が終わったらしい。撤収したいとのことだ。わかった。お前たちの任務は現時点をもって終了とする。次の連絡があるまで自由行動の許可を与えよう。待ちなさい、カレン。ハラシ、どうして邪魔をしたの。君はナオミのことになると見境がないな。そういう君だから放っておけないのだろうがね。とにかく重ね、研究施設に行きたいんだろ。ならことを荒立てようとしないことだ。どういうこと。お上に逆らって行動するなら従順なふりをしておけということさ。嵐、あなたもナオミを探すのに協力してくれるの。当然だろう。これでも一応仲間だと思っているんだがね。それにナオミのことは気にかかる。怪異の研究とやらも興味深い話だしね。わかった。嵐の力が借りられるのは心強いわ。施設についての情報は集めておこう。ともあれ、一旦アジトに戻るとしようか。ええ、そうしましょう。なるほど、そういうことだったのね。
お待たせ、カサネ。おや、みんな集まっているのか。嵐お姉さまってば、カサネと二人で秘密の遊び計画してたのかよ。水臭いね。アサシンもどきの犯罪者を弟に持った覚えはないがね。何の話かな。カサネが罪をかぶっているのをいいことに、何もかも隠したままでいるつもりのようだね。だが少なくとも私は君を信頼していないことは忘れないでくれたまえ。そうだな、カゲロウの思惑は気になる。なぜスメラギ議長を殺したのか。カゲロウは簡単に本音を話すタイプじゃないから、ここはしばらく泳がせておきましょう。本人の目の前でそういうこと言っちゃう。影で言われるよりいいでしょ。私の超能力のこと忘れないでね。透明化した瞬間、範囲ありとみなすわよ。複製体か。強化お姉様に見張られるなら本望よ。はいはい。それより重ね、私たちに内緒で秘密の研究所を調べるって本気なの？別に隠してるつもりはなかったわ。説明の機会がなかっただけ。つもりがなくてもそれを隠してるって言うんだ。重ねたちだけで研究所を調べようなんて、そんな危険なことさせるわけにはいきません。まあ待ちたまえよ。説明の順番が前後しただけだ。そもそも2人で達成できるような簡単な話ではないからね。施設について調べてみたが、一筋縄で行くような場所じゃなかったんだよ。場所が分かったの？ああ、手こずるかと思ったが、セイランのセキュリティも大したことはなかったな。それは嵐ならそうでしょうね。分かったわ。じゃあすぐに行きましょう。おい、気が早いやつだな。いいのか？僕たちもついていくぞ。別に構わないわ。嵐の口ぶりだと一人で行くのは得策ではなさそうだし。ただ断っておくけど、これは正式な任務じゃないわよ。カレンにもセイランにも黙って侵入するつもりだから、もしかすると面倒なことになるかもしれないけど、それでもいいならついてきて。いいね。カサネちゃんがそう言ってくれるなら、俺は都合よく使われてあげちゃおっかな。もう重ねったら、私たちは仲間なのよ。もっと積極的に頼ってちょうだい。やれやれ、亡命早々政府に逆らうってのも我々らしいか。はるか。はい。嵐の情報をもとに比較的安全そうなルートを用意しておいたわよ。ありがとう、はるか。ナビゲートは任せたわ。ずいぶんと思わせぶりなところだね。見るからに怪しんでくれって感じじゃねえの？侵入するところまでは何とかなったわね。だけど内部のデータはこちらから参照できないみたい。大丈夫、ぬかりはないさ。こっちだ。ロックを解除したのか。まったく、いつの間にそんな準備をしていたの？この程度朝飯前だよと言いたいところだが、時間がなくてね。事前調査できたのはここまでだ。
私の調べではこういったセキュリティゲートが施設内にはいくつもあるようだ。面倒だね。それだけ分かれば十分よ。あとは自分たちの足で探ればいいわ。みんな気をつけてね。鍵のかかったゲートがあるわ。キーはカードタイプかしら。このロックを解除するのは骨が折れそうだ。キーを探した方が早そうだよ。誰かうっかり者のスタッフがカードキーを落としてたりしてないかね。僕を頼ってしまうのも仕方ないことだがな。当たるか。重ねのために変わる足で。なんだここは。どうして施設内に怪異がうろついてるんだ。怪異を放し飼いにして決めるわ。研究しているのか。まさかもしそうだとしたら正気の沙汰とは思えないわ。怪異たちはみんな人間由来の怪異なんだろうか。いや、さすがにそれはないとは思うが。しかし人間由来はそうでない個体は見た目では区別がつかないからね。考えずに進むしかないよね。今の行きたい。危ない。かかったら動きが鈍くなるわよ。気をつけてね。力を渡して。変わる足で。敵の外角に攻撃が命中。破壊できるかもね。プラス1だ。
何か落ちてるぞ。カードキーだ。待って、この汚れ血じゃないかしら。会員にやられたここの研究員のものかもしれないな。これは使えそうだね。貸しにしておくぞ。倒れるのは早いわ。上手に使ってくれよ。乗りこなせるかい。重ねのためなら。力を渡して。あるけれど、カードキーで開けるタイプみたいね。どこかでキーを入手できないかしら。ありがたく思え。ロックされているのか。だが僕の超能力で解除できるかもしれない。重ね、試してみろ。ゲートがあるけれど、カードキーで開けるタイプみたいね。どこかでキーを入手できないかしら。足にしておくぞ。気を抜かないで。仕留めた。変わる足で。重ねのためなら。気を抜かないで。この程度。
満足しないぞ。外角へのダメージを確認。壊せそうよ。耐えられる。いける。ズミン、やるね。あるけれど、カードキーで開けるタイプみたいね。どこかでキーを入手できないかしら。